三笘薫さん怪我により、シーズン終了まで離脱してしまう。ロベルト・デ・ゼルビ、彼は2、3ヶ月離脱する可能性があり、彼のシーズンは終了すると予想されている。え、三笘そんな重傷なのかよ。腰痛かな？ 2、3ヶ月の怪我でシーズンアウトらしいね。嘘だろマジか、ホルゲイトふざけんなよ。ホルゲイトのやつが原因ではないんじゃないか。やっぱりプレミアは怪我がつきものだよな。来年の夏くらいまで三笘を見れないなんて嫌だ。これは遺跡の話もなくなっちゃうかもね。バルサでプレイする三笘見てみたかったよ。日本代表にとってもきついな。代表戦もしばらく出れないのか。アジアカップ出てた時も万全ではなかったのかな。こうなったらとことんしっかり休んでほしいな。